キャロライン・オブ・ワーンズバックは、グレートブリテン王ジョージ2世の王妃。父は、ホーエンツォレルン家支流のブランデンブルク・アンスバッハ辺境伯ヨハン・フリードリヒ。母は、ザクセン・アイゼナ派侯ヨハン・ゲオルク1世の娘エレオノーレ。ドイツ語名は、カロリーネ・フォン・アンスバッハ、または、カロリーネ・フォン・ブランデンブルク・アンスバッハ。アンスバッハで生まれ、3歳の時父を失う。1692年まで母と共にドレスデンで暮らすが、同年4月に母がザクセン選帝侯ヨハン・ゲオルク4世と再婚し、ライプツィヒへ移ったため、後見人となった同族のブランデンブルク選帝侯フリードリヒ3世に引き取られ、ベルリンで暮らす。フリードリヒ1世の妃ゾフィー・シャルロッテは、後のイギリス国王ジョージ1世の妹であったが、兄弟の母であるハノーファー選帝侯、エルンスト・アウグスト・ヒゾフィーが、ベルリンの娘の館をたびたび訪問するうち、賢明な少女であったカロリーネを見知ったと言われる。ゾフィーは後に、イギリス国王ジョージ2世となる自分の孫のハノーファー選帝侯正子、ゲオルク・アウグストの嫁探しに熱心であった。ゾフィー・シャルロッテ王妃の下には、哲学者、数学者で、ハノーファー選帝侯家の外交顧問を務めていた、ライプニッツが訪問することもあり、カロリーネは彼に指導を受けた。この頃、後の神聖ローマ皇帝カール6世との縁談があったが、プロテスタントであった彼女はカトリックへの改宗を拒み、ライプニッツを通じて縁談を断った。1705年2月にゾフィー・シャルロッテを亡くし悲しみに暮れるが、9月にゲオルク・アウグストと結婚した。結婚後は、ハノーファーに住み、ゾフィーとライプニッツの指導を受けて、将来のイギリス行きに備えて、英語の勉強に励んだ。1707年に、天然痘にかかり、命の危険にさらされるが、夫の看病の甲斐あってか回復した。1714年6月8日に、ゾフィーの散歩について行ったが、雨の中で体調を崩して亡くなったゾフィーを看取った。結婚生活で恩人の死という不幸はあったが、翌1715年からゾフィーの命で夫の従伯母にあたるオルレアン公フィリップ一世妃エリザベート・シャルロットと文通を交わし合った。同年8月1日に舅がジョージ一世としてイギリス国王に即位すると、舅や夫より少し後に娘3人を連れて10月11日にケントに上陸、ロンドンへ移住した。その際、すでに7歳になっていた長男フリードリヒ・ルートヴィヒをハノーファーへ残していかねばならなかった。しかし、ロンドンへ行く途中で、イギリス国民の大歓迎を受け、プリンセス・オブ・ウェールズ・キャロラインの絶叫が絶えることがなかったほどだった。国民は王族を見るのが久しぶりで、美人で、背が高く容姿端麗なキャロラインを熱狂的に迎え、キャロラインも、イギリスを好意的に見るようになっていった。イギリスで国民人気を獲得したキャロラインだが、家庭では苦労させられた。親子仲が悪い舅と夫の間に板挟みになり、舅の名誉を損なわず、夫を守り、ロバート・オルポールに助けられたが、1717年にセント・ジェームズ宮殿で次男ジョージ・ウィリアムを出産した際、洗礼式で舅が、夫と不仲のニューカッスル公爵、トマス・ペラムホリスを出席、それに腹を立てた夫がニューカッスル公を殴る事件を起こし、報告を聞いて激怒した舅により夫ともども、宮殿から追放されるスターハウスへの移住を余儀なくされた。1727年に舅が崩御して、夫がジョージ2世として即位すると、イギリスの事情に通じず、好戦的で資料が足りないとされた王の助言役に徹し、首相ウォルポールを助けた。先代から首相を務めるウォルポールを嫌っていたジョージ2世だが、ウォルポールが宮廷費増額を実現させると態度を一変して、ウォルポールを支持、ウォルポールひいきのキャロラインの根回しもあり、王と政権の関係は安定化していった。政治の世界に決して表立たなかったキャロラインだが、ジョージ2世の統治が、キャロライン・ウォルポールの連携で進んでいることを知る国民はザレ歌にして王妃を称え王をからかった。キャロラインはジョージ2世がハノーファーを訪問し不在となると摂政を務めた。学問、芸術にも深い関心を寄せていて、イギリスに帰化した音楽家のヘンデルとはドイツに行った時からの知り合いであった。アイザック・ニュートンとも親交を結んでいた。また当時のイギリスでは天然痘の死亡率が高く、キャロラインは手痘の必要性を説いていたと言われ、1722年に二人の娘に接種させている。リーゼロッテは、異母妹宛ての手紙で、キャロラインの手痘の試みに感心したことを書き送り、ヴォルテールも、著書、哲学書簡で、キャロラインの手痘を称賛している。1728年、成年に達していた長男フレデリック・ルイスがイギリスへ移住する。それから数年間、ジョージ2世とキャロラインは、フレデリック・ルイスの悪行に手を焼くことになる。両親から14年余りも離れて育った王太子は、両親の言うことを聞かず、王の長親、ウォルポールの政敵を集めて反抗したり、プリンス・オブ・ウェールズの歳費増額を政府に要求したりで、ことごとく立てついた。キャロラインが自ら選んだ、プリンセス・オブ・ウェールズのオーガスタが、息子との間の干渉罪となるかと期待したが、それもならなかった。フレデリック・ルイスは結婚後に一転して、家庭的な夫となり、宮廷から距離を置くが、両親との仲は悪いままだった。1737年にヘルニアの手術の失敗のため54歳で死去するまで、ジョージ2世とは良好な夫婦関係を保った。しかし、公職と言われてきたハノーバー朝の例に漏れず、ジョージ2世は多くの愛人を持ったことで知られる。そのうちの有名な愛称は、キャロラインの寝室付き女官を務め、後には、衣服係女官となったサフォーク伯、チャールズ・ハワード夫人、ヘンリエッタ・ハワードである。だがキャロラインは、ヘンリエッタやジョージ2世と良好な関係を保ち、ヘンリエッタに宮廷の所持を任せ、ヘンリエッタの方も1734年に、ジョージ2世との関係が切れて辞職するまで、何事につけてキャロラインと相談し合っていた。とはいえ、ジョージ2世がアマーリエ・ゾフィー・フォン・バルモーデンに夢中になった時は、さすがに怒り、1735年に息子の嫁選びにハノーファーへ向かったジョージ2世がアマーリエを愛人にして、一向にイギリスへ戻らず、困り果てたウォルポールからアマーリエを新しい愛人に認めて、ジョージ2世の帰国を促すことを切り出されると激怒、ウォルポールに、それまでの夫に対する不満をぶちまけた。しかしウォルポールになだめられ、落ち着きを取り戻すと、アマーリエを愛人にすることと、王宮入りを認め、翌1736年に、ジョージ2世がイギリスへ戻り一件落着となった。アマーリエだけでなく、他の愛人たちにも、王宮の一室を与え、監督に務めたという。有名な逸話として、死期を悟ったキャロラインは、自分を見舞うジョージ2世に対し、自分が死んだら、再婚してほしいと言ったという。それに対しジョージ2世は、愛人は作るが、再婚はしないと宣言し、キャロラインを呆れさせた。キャロラインは、ウェストミンスター寺院に埋葬された。ジョージ2世は23年後の1760年に、亡くなるまで宣言を守り、愛人は作ったが、再婚しなかった。王の遺言に従い、王は、王妃の棺と並び合う王の棺の横板と、王妃の棺の横板を外させた上で埋葬された。そうすれば、二人で一つの棺に入れるからだった。当時のイギリス国民は、王妃キャロラインの死を悼み、トランプをするときには、急抜きでやったと言われている。ヘンデルも、王妃の死を大変悲しみ、王室の依頼を受けて、早々のアンセム、シオンへ至る道は、悲しみを作った。森、P198P199、森、P198、ともきよ、P129P130、フィッシャー、P100P101、森、P199、ともきよ、P130、ABCDEF 松村、P123、森、P199P200、森、P198P199、宮本、P237P238、P282P283、友清、P130、P203、P379、P381、森、P200、P202、森、P199、P200、友清、P387、フィッシャー、P104、森、P202、P204、フィッシャー、P106、P107、森、P204、P207、森、P203、フィッシャー、P108、P109、森、P209、P210、宮本、P270、P271、森、P208、P209、フィッシャー、P104、P106、P110、P112、P119、P124、森、P206、P207、森、P200、P201、森、P207、P208、森、P202、P204、森、P210、P211、森、P204、P205、森、P199。ありがとうございます。